はい、高尾の仙人のムササビ太郎さんが持ってきてくれた高尾ポテトです。高尾さんは特にポテト、お芋の名産地というわけじゃないんですが、地元のお土産品で高尾ポテトというのがあります。こんな感じですね。うん。うん。うん、なんか甘さが控えめで、この上に乗ってるごまがいい風味を出していて、なかなか食べ応えがあっていいですよ。うん、甘すぎないところが我々男子にもちょうどいいかな。うん、いい食べです。